はい、皆さんこんにちは。今日は10月19日火曜日ですけど、寒くなりましたね。そして皆さん、なんだか雰囲気が変わったと思いませんか？そうなんです、あまりの寒さに昨日急遽二重張りビニール張りました。天井がね、一段低くなっているんです。わかります？こちらもですね、もうほら間仕切りができましたよ。いよいよもって冬の到来です。これはね、ボイラーのダクトです。ここから暖かい風がね吹き出て、植物たちを温めてくれます。うちはですね、だいたい15度に設定してあります。15度以下になったらボイラーが出て、暖かい空気でね温室を温めてくれます。なので寒さに弱い植物はね全部こちらに入れます。冬でもすくすく育つわけです。10度ぐらいでもですね大丈夫なのは大丈夫なんですけど、僕ですねいろいろ検証して、これは観葉植物に携わっている方有料級の情報かもしれないし、まだまだいい施設を持っている人はねそんなの当たり前だよと思うかもしれませんけど、あまりですね温度を低く設定すると灯油代はかかりませんよ。あ、でも違うか、灯油代ですね逆なのかもしれません。低く設定するとですねぐーんと落ちたら、それを温めるのに時間がかかります。そして植物もねやっぱり傷んじゃうんです。15度に設定しておくと温度が下がりきる前に一回温めます、ね、そしたらすぐ18度ぐらいまでなります。そしたらねボイラーがカチ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 ついたり消えたりするんですけど、ずっとねそういう状態なので暖かい状態をね保ってくれます。だから植物たち冬でも最近はねずっと生き生き元気で、なんなら再生なんかもねじゃんじゃんできるということです。昔はですね7度ぐらいに設定していたことがあったんですけど、ボイラーを入れててもほとんど枯れていました。なので冬が終わったらね春にまた全て買い直しという経費がですね余計にかかっちゃうという、そういう状態を繰り返していたわけですけど、まあこれもですね勉強でいろいろ経験していくうちにですね、温度を高く設定していた方が灯油もかからないし植物も傷まずに買わずに済むというね二重の効果で、随分経費節約にはなってきています。そういうことでですね、皆さん本当めちゃくちゃ寒くなりましたよね。先週まで僕5時過ぎでも30度以上あると言っていましたよね。今5時半ぐらいなんですけど18度ぐらいです。ハウスの中でね23度ぐらいです。こんなにね1週間で温度が下がるなんて思ってもいませんでした。でもですね皆さん、僕常々言っていますよね、油断しないでくださいよとね、本当その通りでした。そしてですね皆さん、これも一つ注意が必要です。僕今回だけ特例で、先週ね再生今の時期でもまだやっても大丈夫です、九州の近くの県の方はねやっても大丈夫ですということを言っていました。皆さんどうでしょうか、やった人います？やった人はですね注意してくださいよ。暖かいところに移してください。そしてねカットした傷口が少しでもね乾燥するようにしてください。もうやってしまったものはしょうがないです。でも皆さんが生活しているね暖かい環境だったらどうにかしのげるはずです。そして僕のチャンネルを見てる方はね常々毎日細かく観察しているからいけるはずです。もう本当ねこれはタイミングでしかなかったんですけど、先週言っちゃったからねやった人もいると思います。でも自己責任ですということも伝えてます。なので皆さん注意してください。またね暖かくなってきたらねいいんじゃないかなとは思うんですけど、どうですかね、また暖かくなることないのかな。ないでしょうね、もう11月前ですもんね、寒くて当たり前なんで。はい、ということで先週から気温差が一気に15度ほど変わりました。朝はですね、熊本も10度。今日は切ってたんじゃないかなというぐらい寒かったです。そういうことなんで、
皆さん体調管理にもね気をつけてください。そして植物、寒暖の差というのがね一番大嫌いです。寒さに強い植物はいいんですけど、やっぱりね寒さに弱い植物、こういうねコンパクターなんか寒さ大嫌いです。サンデリアーナもねミリオンバンブ大嫌いです。フィカス系はねある程度大丈夫なんですけど、カシワバゴム、バンビーノ、寒さに弱いです。皆さん注意してください。同じフィカス系でもね寒さにめちゃくちゃ強い弱いあります。ウンベラータもね割とフィカス系の中じゃ寒さに弱い方です。ソングオブジャマイカ、これもね寒さにかなり弱いので注意してください。今年はですね僕も見てわかるようにゴムノキ系もこっちの温室に入れています。なるべくですねフィカス系もこちらの暖房のハウスの中に入れて冬でもね新芽を出させようと思います。どうしてもねあちらのハウス暖房入ってないんですけど5度とかまで落ちます。枯れることはないんですけどやっぱり傷んじゃってね、せっかく再生して良かった植物たちが葉っぱ傷んだりしてまた再生のね繰り返しになってしまうので、今年はなるべくね温室の方に入れようと思います。皆さんはですね、僕みたいにこういう温室ねないと思うので、自分のねご家庭やオフィスなんかでね暖かさ暖を取らないといけないわけですが、皆さん工夫してくださいね。去年このチャンネルで岩手の方と出会いました。寒くて寒くてたまりません。でもかなり寒さに弱いソングオブインディアナとかポトスとかね元気に育てて冬越えされていました。どういうふうにされていたかというと、鉢に腹巻きを巻いてね寒さで根がやられないようにそういう工夫をされていました。それでね冬越え完璧にやられたみたいなんで、皆さんこれもねアイデアの一つです。腹巻きをね鉢に巻くなんて僕たち九州ではね絶対考えつきませんよね。東北ならではの方の発想だと思います。こういうふうにですねいろんな県の方、はたまたいろんな国の方ともねこのチャンネル知り合います。そして植物の育て方日本中世界中で違います。最近もゴムノキの新しい再生の仕方海外の方から教えていただきました。今度やろうと思いますけど、植物ね育て方もですけど管理の仕方いろいろあります。なので皆さんよろしかったらねコメント欄でも結構です。 Facebook コミュニティでも結構です。視聴者の方同士でですね会話してみてください。何県の人いますかとかね言ったら近くの県の方が必ずいるはずです。そしてね自分は知らない冬越えの仕方どういう工夫をしているかとかねいろいろあります。暖かくするにはねどういう風にしたらいいですかとか、なるべく省エネでねお金がかからない方がいいと思うのでそういう工夫もねあると思います。そうそう最近はですね LED ライトね育成ライトを使ったらどうですかというコメントもねたくさん来ています。さすがに僕はねこれだけの施設なんでそういうライトを使ったことないのでね逆に分かりません。僕が教えていただきたいほどですけど、やっぱりね結構皆さん使ってるみたいでいい感じですよね。そういういろんなね便利な道具はどんどんね使ってみたらいいと思います。それで植物が元気に育つならね植物のためにも自分の管理でもねいいと思いますよ。はいはい、そういうことでですね皆さん急激に寒くなってきたので本当寒暖の差植物もうひょっとして外に出している方はいないと思いますけど、九州の方も油断せずに早めにもう中に入れてください。そしてね暖かいところで管理してあげてください。置き場所等わからない方はね質問してください。なるべくコメント返したいと思います。室内でもね置いていい場所置いたらいけない場所育ちやすい場所育ちにくい場所たくさんあります。置き場所一つ室内間違えると観葉植物一撃で
傷んじゃいます。皆さんこれも注意してください。せっかくの出会いなので気軽に訪ねていただいて結構です。ということで今日はですね、いきなり寒くなったんで二重張り張りました。皆さんも寒さに注意してください。はい、じゃあ今回はこんなところで、バイバーイ。アフリカンプリンスが天井につきました。